わざわざご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。モンストゲートのシーラやっていくんですけど、私の中のこれ最適編成ね。シマズが1、これ殴り役で、でマーリンが3。私の持ってるサブアカと本アカの編成だとこれが多分マックス強いかなってことで、この編成をやらせていただいております。で、まあ、試しにさっきマルチプレイもやってみたのよ。地域マルチ、あれってさ、今範囲が結構広いのか分かんないんだけど、結構ね募集が多くかかってたんだよね。ちょっと嬉しかった。あ、まだまだこの地域ではモンスターストライクやってる人いっぱいんだなっていうのが嬉しかったんだけど、あのね、やってほしくないことをされたのよ。だからまあまあ、その人も多分初見で、まあ2日目だしね、まだこれ初見でね、分からなかったことが多々あると思ったんだけど、一応ね、やっちゃいけないことってことで、次のクエストのステージから説明していこうと思います。で、まあこの編成のいいところは、まあでもね、マーリンで回復は安定するんだけど、火力が若干低いのよ、殴りの。だからあくまで、マーリンの仕事は、まあ、ほぼ回復に専念してもらって、で島津でぶん殴っていくスタイル、それが多分一番安定すると思う。でここね、さっきマルチやった時ってこう、まあその時も島津いたんだけど、こう言ったのよ。これビットない手でね、こんな感じの立ち位置で、 HP がいっぱいあるからボス特攻してぶっ倒しちゃおうぜ的な動きをされたんだけど、負けたよね。無理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 。あのね、まあよっぽど場所が良くて、HP もマックスに近くて、あ、一撃これ狙えんなみたいな、そういう状態だったら、まあ作戦としては悪くないかもしれない。ほら30分間しかその場所には出てこないから、サクッと倒したい気持ちは分かるんだけど、このクエストってあくまでね HP 依存なんですよ。島津のまず攻撃力が高いの分かるんだけど、 HP が低いと島津でも削れないし、そもそもこいつ割合攻撃してくんのよ。今はしてきてないけど、次のステージで確かしたのかな、 HP4 になるやつ。あれやられちゃうとね、結構積む、まあ、積むってことじゃないけど、次に動くキャラが回復キャラじゃなくて、なおかつヒーリングオールが出てないと、ぶっちゃけ何もできないのよ。天使倒して次天使のホーミングにやられたからね、さっきびっくりした。あれ、天使攻撃してくるんだ、ホーミングいってって感じで死んじゃった。それはね、絶対やっちゃいけないんだよ。だから、はい、ステージが始まります。でこれ見て、天使が攻撃次2じゃん。で2で何してくるかっていうと、ホーミングなのよ。じゃあホーミング打ってきた時、あ、やべ、ハマっちゃった。ホーミングを打ってくる前にこの天使を倒す、またはヒーリングウォールでホーミングに耐えられる程度に回復しなければいけないんですよ。それが最低限やらなきゃいけないこと。これ倒せんのかな、そもそも。え、ちょっと怖えな。いや、ちょっとごめん、回復に専念するわ。なんかこう右に跳ねて結局ニードルパネルで食らって死にそうな気がする。こんだけ HP あれば全然大丈夫。8000ぐらいだったかな、イメージ。そうそうそう、こんなもんこんなもん。これでね、さっき You lose って出ちゃって、嘘でしょみたいな、そんなんがあったから、天使は絶対に何があっても最初に倒しましょう。もうこれはね、このクエストをやることに、やるときには、最低限やんなきゃいけないことだと思います。で、あとね、その時ね、すごい素晴らしい人がいたのよ。多分シーラ用にキャラ作ってくれたんだろうね、ちゃんと。あ、やべ、嘘でしょ、嘘でしょ。ちょっと待って、死んじゃうじゃん。あぶねえ。いや、SS 抜けれると思った。俺も油断したわ。次ね、多分鬼これ即死ってくるから、それまでには鬼は倒そう。いや、ちょっと油断した。喋る意に集中してる場合じゃなかった。あ、危ねえ、ギリギリだよ、また。あ、耐えれるよね、耐えれるよね。移動だもんね。オッケーオッケー、危ねえ。そう、シーラさんね。あと、シーラさんの重複レーザー、アスカ&マリー。あいつがいれば、レーザー止められるんだけど、それ以外だとね、レーザー単純に痛えのよ。そこも気をつけた方がいいかなっていう感じ。ごめんね、ちょっとこのステージグダったわ。はい。だから、天使を最優先で倒しましょうってことと、そう、さっきね、そのマルチに入ってきてくれた人が、ニードルパネル耐性。ニードルパネル耐性プラスで、ヒーリングウォールと、ん？ニードルパネル、ヒーリングウォール、と、あれ、HP 削りに対する耐性をつけてくれてたんで、めちゃめちゃ楽でした。それがね、1体いるだけで全然違うから、もし、いや俺適正持ってねえよっていう人、まあでも1体はいると思うのよ。ほら、別に茨城とか、この中に言うの三日月とか、三日月はあんまり持ってる人いないか。まあ要はね、適正キャラがいなくても紋章でなんとかなるっちゃなんとかなるのよ。まあ、もちろんただ私始めたばかりで紋章も低いんですって言われちゃったら、もうホストで募集してくださいしかいないんだけど、多分ね、マルチに入っても切られると思う。この間のこれの1個前、
ほら、トリケラトプスに、トリケラトプスじゃねえや。なんだっけ、あいつ。あいつの時もね、結構マルチでやってたんですけど、やっぱね、こう、その適性ちょっと微妙じゃないかなってキャラが入ってくると、やっぱ切っちゃうからね、みんな。まあ、そうだよね。これマルチでなきゃできないから。ソロプレイで回れるのはソロの方が早いしね。そう。だから、まあ、もしキャラ持ってない人は、紋章で強化する。あとは、回り方はね、最低限頭ぶち込みましょう。まあ、回り方って本当に難しいことはないのよ。最初に天使を倒しましょう。ただそれだけ。あ、で、そう。あ、ごめん。このクエストの説明し忘れてたけど、まあ別に2日目だからいいよね。原則壁しか出てこなくて、ニードルパネルが置いてあって、で、回復なし。だから天使で出すヒーリングオールでのみ回復になるんで、気をつけましょう。これまたさっきから天使2処理ずっとミスってるけど、本当にこれはよろしくない。やっちゃいけないこと。だここで天使を倒さないとこっち確実に負けるからね。だから、回復する方がいいかな。これは耐えれないもんな。そう、こっちに行くとさ、俺ニードルあるじゃん。一踏みで負けだからさ、こっちが。回復をほどほどしつつ、まあ、リドラ倒せば倒しましょうぐらいでいいんじゃないの。さっき見た感じ、8700しか食らなかったから、このホーミングで死ぬことはそうそうないと思う。あとは、いかに HP をがっつり確保できるかってところだと思うんだよね。マーリンは触れれば回復できるからさ、こうやってワンチャン、あ、回復できるなって時には、がっつり動いてあげれば、これでこんだけあればもう即死はほぼないから。だからやっぱキャラの編成で言うと、マーリンが一番いいんじゃないかと俺は思ってる。そんで、島津、お前は殴りがバカ強い。これいけっかな、調子乗ってっかな。これ。これでがっつり稼げる。これはね、カウンターキラー L のなせる技だと私は思っております。じゃ最後はもうちょっと回復しながら、抜ける時にもね、ある程度回復したいんだよね、やっぱ。あ、ちょっと遅かったかな？うん、微妙。そう。で、あとね、別の人の動画で、キリとワンパンとかも上がってたんですよ。マーリンで弱点出して、キリとで、キリ裂いていくスタイル。もう悪くないけど、安定度で言うんだったら、多分こういうパーティーの方がいいと思う。でも、貫通一体欲しいかもしんない。あ、これ。こうやってね、天使を最初に処理してあげると、あと怖くないよってやつ。これ大事。で、マーリンさんは弱点出すんだけど、まあ、弱点出したところに島津の SS を打ち込むのが一番手っ取り早いと思う。この編成であれば。はい。いい感じ。あ、最後は綺麗に終わったね。と、まあ、それが私のおすすめ編成でございます。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よろしければチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。本当にね、マルチプレイしかできないっていうのも、ちょっと結構な縛りだけど、あ、でもそう、まあ、マルチを楽しむっていうのもこのゲームの醍醐味だからね。そう考えると、このクエストは悪くないのかもしれない。他の人を信頼してプレイするから。ただ、私は、まあ、家にいる場合に限りですけど、サブアカでやりますかね。だって編成が組みやすいし、さっきの、ね、天使事故もないし。そんな感じかな。それじゃあ、バイバイ。